どうも、かとちゃんです。今回は、ダート戦で、軸馬を決める際の、基本三原則のうちの二つ目、自分の形に持ち込めるかどうか、という点に関して、もう一点重要なことがあるので、お伝えします。これ結構見落としがちなので、意識してください。それは、1800メートルや2000メートルといったレースに、それまで、 1200m、1500m 1200しか走ってこなかった馬が登場する際、その馬は短距離のペースでこれまで慣れているので、1800、2000といった点から遅くなるレースにおいては簡単に花を奪ってしまう可能性があります。なので、これから1800、2000といったレースで、1200m、1500m で、 先手を取っていたり、あるいは2番手、3番手に常につけている馬というのは、前に行く可能性があるので、注意をしてください。これが影響で、それまで1800メーター、2000メーターでしか逃げてこなかった馬の成績に影響を及ぼす場合があります。1200、1400メートルで鼻を奪っていた馬が、1800メーター、2000で簡単に鼻を奪ってしまい、鼻に行かないとダメな。 それまで 1800m2000 しか戦ってこなかった馬が花に行けないという可能性があるので、その場合注意してください。以上です。ありがとうございました。